アルナ・コネは、コートジボワール出身のサッカー選手。元コートジボワール代表。ポジションはフォワード。コートジボワールの首都アビジャン郊外にあるアニヤマに生まれ、他の多くの少年と同じように、ストリートサッカーに興じた。父親は、勉学に集中してほしいと願ったが、アルナは、プロのサッカー選手に憧れていた。9歳の時に、父親が死去すると、 母親は、アルナの大使に賛同し、地元のリオスポールダニャマの下部組織に入団した。コートジボワールから世界に羽ばたいて、成功を収めたサッカー選手は、小さなクラブの下部組織に入団するのではなく、アビジャンにあるエサック・アビジャンの下部組織に入団する、ことが多く、兄のバカリコネもエサック、アビジャン出身である。サッカーに集中するために16歳の時に学校に、 行くのをやめ、17歳の時に RS ダニャマトップチームに昇格し、チームのコートジボワールプレミアディビジョン昇格に貢献した。2002年にはフランスの RC ランスのトライアルに招待されたが、個人的な事情により、ランスではなくベルギーのリールセス系と契約した。リールセではチームメイトと良好な関係を築き、 同じコートジボアール人のアドルフとホーアモリールセ、SK に加入した。デビューシーズンの2002から03シーズンは32試合に出場して11得点を挙げる活躍を見せた。2003年夏には、わずか1シーズンプレイしただけで、オランダのローダ・ジェイシーに引き抜かれた。ローダでも即座に結果を出し、2005年夏には2004から05シーズンのリーグ王者、PSV。 アイントホーフェンに移籍した。ローダには移籍金900万ユーロが支払われ、背番号10番を渡された。2005から06シーズンは、ペルー代表のジェフェルソン・ファルファンやオランダ代表のヤン、フェネホール・オフ・ヘッセリンクと息の合ったコンビを組み、21試合に出場して11得点を挙げる活躍で、自身の株を上げ、2位の AFC ・アヤックスに、 勝ち点10の大差をつけて、リーグ優勝を果たした。UEFA チャンピオンズリーグでは2試合に出場したが、先発出場したのは1試合のみで、チームもベスト16に終わった。2006から07シーズンの UEFA チャンピオンズリーグでは、チームのフォワードサ最多の9試合に出場し、ホームとアウェーのガラタサライ SK 戦で、それぞれ1得点ずつを決めた。 三トップの頂点や三トップのウィング、二トップの一角など様々なポジションで起用され、チームのベスト8に貢献した。2007年冬の移籍期間には、イングランドのアストンビラ FC、ウクライナの FC シャフタールドネツクなどから興味を持たれた。3月には練習中に膝を負傷し、クラブや代表の重要な試合を何試合も欠場した。 PSV が2位との間に気づいた、勝ち点差は決して追いつくことができない差のように思えたが、負傷中にじわじわと勝ち点差が縮まっていった。21節終了時点で18勝2分1敗と、首位を独走していたが、22節からの10試合は3勝3分4敗と、苦しみ、最終的には2位のアヤックスと勝ち点差なしでのリーグ優勝であった。 欠場する試合も多かったが、31試合に出場して10得点8アシストの記録を残した。UEFA チャンピオンズリーグでは、決勝トーナメント1回戦でアーセナル FC を下したが、アルナとブラジル人 DF アレックスは準々決勝のリバプール FC 戦に出場できず、2試合合計0から4で完敗した。2007年夏にはマラリアで倒れ、 モスクワで開催されたロシア鉄道杯に出場できなかった。アルナが欠場したその大会では、準決勝で AC ミランを決勝でレアルマドリードを破って優勝している。8月20日、2007から08シーズン開幕戦のヘラクレス・アルメロ戦にフル出場した。得点こそなかったが、イングランドのミドルズ・ブライフシーのスカウトが、 スタンドから感染し、600万ポンドを支払う用意があったと報道されている。2007年8月21日には、スペインのセビージャ FC との移籍交渉が前進したと伝えられ、8月30日に5年契約を結んだ。移籍金は800万ユーロであるが、活躍次第で900万ユーロまで上昇する。9月12日に、セビージャの選手として、 メディアに出演し、背番号22を受け取った。9月16日、レクレアティーボウェルバ戦で、マリー代表のフレデリック・カヌーテとの交代で、後半途中から出場し、リーガ・エスパニオーラ初出場を飾った。この試合では PK を獲得したが、フォワードでコンビを組んだアレクサンドル・ケルジャコフが PK を外した。9月25日、RCD ・エスパニオール戦で、 出場2戦目にして移籍後初得点を挙げた。10月2日の UEFA カップ SK スラビア、プラハ戦には、後半から出場して1得点し、4から2の勝利に貢献した。2008年4月までに、リーグ戦の先発出場はわずか6試合にとどまり、途中出場が11試合と多かったため、セビージャからの移籍の可能性が報道された。兄弟に会いに、 ローマを訪れたことも、セリエのクラブへの移籍の噂に火を注いだ。2008年夏には、リバプール FC が、アルバロ・アルベルアをトレードの一部として、アルナの獲得に興味を持っているという話や、トッテナム・ホットスパー FC が興味を抱いているという話、ミドルズブラ FC からオファーがあったなどと報道された。2008から09シーズンは FC ディナモモスクワに、 移籍したケルジャコフがつけていた背番号9を与えられた。2008年8月20日、2010FIFA ワールドカップ、アフリカ予選のギニア戦に招集されたが、その試合中に膝に重傷を負い、リーグ戦の欠場を余儀なくされた。検査で、左膝十字人体の損傷が確認され、長いリハビリ期間に入った。2009年2月4日に練習に復帰したことが、 伝えられ、7ヶ月の離脱期間を終えて3月に復帰したが、2008から09シーズンの出場はわずか6試合にとどまった。2009年夏に負傷したことや、すでに十分な人数のフォワードが在籍していたことなどから、余剰戦力とみなされ、2009から10シーズンは、監督からの信頼を失った。9月には、アフリカネーションズカップ2010や2010フィファ、 ワールドカップに出場するために、セビージャ FC からの移籍を検討していることを認め、レアルサラゴサへの移籍が囁かれた。12月には、イングランドのバーミンガムシティ FC やウルバーハンプトン、ワンダラーズ FC や、ハルシティ AFC や、バーンリー FC からの関心が伝えられた。年明けの1月には、 アフリカネーションズカップ2 0 1 2に参加し、2月1日に、ドイツのハノーファー96に半年間の契約で、レンタル移籍することが決定した。ボルシアドルトムント戦でデビューし、その試合で、初得点も決めた。ハノーファー96では2009の10、シーズン終了までに8試合に出場して2得点した。シーズン終了後に、 セビージャに復帰したが、出場はわずか1試合に止まり2011年8月25日に、レバンテ UD に期限付き移籍。移籍後は、チームトップの15ゴールを挙げ、チームの UEFA、ヨーロッパリーグ出場権獲得に寄与した。2012年8月14日、イングランドのウィガンアスレティック FC に完全移籍。ウィガンの二部降格に伴い、 2013年7月8日、恩師ロベルト・マルティネスが率いるエバートン FC に移籍した。公式戦62試合に出場し10ゴール3、アシストを記録した。2017年7月4日、トルコのスイバス・スポルに移籍した。アフリカネーションズカップ2008でのあるが2003年、ママ終わったら監督が率いる U-21、コートジボアール代表の一員として、 アラブ首長国連邦で開催されたフ、FIFA フワールドユース選手権に出場し、途方はなどと共に活躍した。グループリーグでは、U-21 メキシコ代表や U-21 サウジアラビア代表を抑え、U-21 アイルランド代表に次ぐ2位で、通過した。決勝トーナメント1回戦では、U-21 アメリカ代表と対戦し、 0から2で敗れて大会からの敗退が決まった。2から1で勝利したメキシコ戦で1得点にし、2から2で引き分けたアイルランド戦で2得点しており、国際サッカー連盟の公式ウェブサイトは、あるなおコートジボワールの攻撃の絶対的なようと表現している。2004年3月のチュニジア戦でコートジボワール代表デビューした。 アフリカネーションズカップ2006には、背番号9をつけて出場して1得点し、開催国のエジプトに敗れたものの準優勝している。同年月には2006フィファワールドカップの出場メンバーに選出され、セルビア・モンテネグロ、アルゼンチン、オランダと競合が揃った、グループリーグの3試合全てに出場した。しかしアルナは、得点を奪えず、チームもグループリーグ敗退に終わった。 ハンブルクで行われた初戦のアルゼンチン戦は、ベンチスタートとなり、2点を奪われた後の77分に、カデル・ケータとの交代で途中出場した。シュトゥットガルトで行われた2戦目のオランダ戦は、ディディエド・ログバと共に先発出場し、2度の決定期を迎えたが、結局得点できず、チームは0から2で敗れた。ミュンヘンで行われた3戦目のセルビア・モンテネグロ戦は、 先発して、フル出場したが、早々に2点を奪われて敗れ、三戦全敗で、大会からの敗退が決まった。2006年10月8日、アフリカネーションズカップ2008予選のガボン戦では、代表初得点を含む3得点を挙げた。クラブや代表での活躍が評価され、2006年のコートジボワール最優秀選手の候補に選ばれた。 結局はドログバが受賞している。2007年6月3日、アフリカネーションズカップ2008予選のマダガスカル戦で代表に復帰した。シュトアビジョンではなく北部のブアケで行われた。この試合には、ドログバやサロモンカルーと共に3トップの一角として、先発出場し、2得点の活躍で5から0の対象に貢献した。8月17日には、 エジプトで開催されるアフリカネーションズカップ2008に出場するコートジボアール代表メンバーに選ばれた。背番号9をつけ、グループリーグ最初の2試合はベンチから試合を見守ったが、3戦目のマリセンでは先発出場した。10人の兄弟と5人の姉妹がいる。2歳年上の兄ばかりもコートジボアール代表歴のあるサッカー選手であり、 オリンピックマル声優などに所属した。バカリとアルナは2006フィファワールドカップに揃って出場している。カラモココネもサッカー選手であり、かつて所属したローダ JC のリザーブチームに所属していた。クラブで得た報酬のいくらかをコートジボワールにいる母親や家族に仕送りしている。家族についてアフリカでは家族間の連帯意識がとても強い。 僕が9歳の時に父親が死んで、僕の母親と家族は長い間を困難な状況で生きてきたんだ。僕は母親や家族に感謝しているし、僕が彼らをサポートすることができると語っている。2007年8月21日に、ういごが生まれた。ありがとうございます。